い、では、3日ぶりぐらいかな。ゴールデンウィークがあったから、5日、今日が9日、4日ぶりの自然のリーディングします。いやー、すっかり、日中は20度超えまして、すっかり初夏の雰囲気。日中だけありますが、朝晩寒いので、皆様気温に振り回されて、体調の方どうですか？ゴールデンウィークの天気があまりよろしくなかったけど、あの時の蒸し暑さに比べると、今週末は割と日差しが黄砂で遮られて、土日ひんやりしてますね。できっと昼間だけまた気温が上がるんでしょうね。自然エネルギー、今日ね、もう意識はいいかな。ジャンピングで出たやつあれば読んでいきます。出るかな。出なかったらいいかも。カードが綺麗なんで癒されるんですよね。出ないな。1、2、3、4、5、6。もう デッキ並べません。今日はカード1枚だし、さあ何が出るかな。このカードで癒されよう。あ、セキュリティ出た。また夜のカード出たね。ちょっとお疲れモードかな。よく見たら、すごい。実は洞窟の中なんだよね。星々見えてるけど、多分、天井は塞がってる。だから幻想なんだよね、宇宙も。人の心が映し出してる鏡になってる。5月3日に土地の浄化した後に、宇宙人に会った時も、意外とっていうか、まあ三次元的に生活し、どっぷり生活してるから、実際宇宙に上がった時に、意外とアニメチックだなっていう、奥行きのない世界で、どちらかというと二次元に近い世界でした、イメージの方にね。だから、本当に三次元で遊べるのはこの地表のみで、宇宙に出てしまうと、結構イリュージョン、二次元的、アニメチックでした。だから、幻想をアニメで描くのは、あながち間違ってない。ということに気づきました。その時に、まあ、占いでもろうそくの炎、火を焚いたりするけど、火の波動っていうのはアルファ線が出てるらしくって、他の次元とつながりやすくなるんだって、煙とか炎とか。だから火を焚くらしいです。で、このカードも実際火を焚いて、そのアルファ線で宇宙の幻想が洞窟の天井に映し出されてる。
だから意外とあなたはの安全は確保されてるし、あなたは守られている。そんなカードが出ました。本日は以上です。